お疲れ様です。今日はですね、こちらの公開中オールブレイカーまたお前やないかい、はい、デッキやっていきたいと思います。ということで、公開中オールブレイカーの基本的なね、バルキリーですよ。そう、バルキリーの枠がやつになっちまいましたね。はい、キョウスケです。もう最近の僕の動画全部そんなのかもしれないんですけど、まあ、今の環境基本的に縦枠がキョウスケで安牌になってます。はい、ということでキョウスケが強いのでこちらね、やっていこうかなと思います。マルチで上に上がってる人がいましたね。こちらです。残りシーズンも15日か、15日で上が78なんで、どうなんだろうね、伸びてるような気もするけど、そんなに伸びてない感ですね。はい、8000出て、まあ9000は出なさそうだけど、まあ僕最多75とかなんで、ちょっともっとね、最多伸ばしたいので、最多更新目指して頑張っていきたい。そしてちょっと一つお知らせは、なんかね、先週ぐらいというか本当に一昨日ぐらいに終わったんですけど、なんかクラロワリーグのね、世界大会二次予選、はい、世界大会進出をかけて今二次予選が行われてて、二次予選が終わったんですけど、はい、突破しました。世界128人が二次予選突破ということで、77位ですかね。はい、なんか20勝チャレンジクリアした、5000人か、そう、5000人誰でも参加できる、もうその人たちしかいないマルチモードみたいながあって、そこで、世界128位に入ると、まあ、ステージ3に行けるよっちゅうところで、はい、突破しましたんで、ワンチャン今年も世界大会行けたら嬉しいなっていう、行きたいなっていう思いで、はい、ちょっとまたね、いい報告できたらいいなと思います。はい、それだけですね。はい、クラロワリーグ個人戦ですね。個人戦で今年はデュエルで、ゲーム内モードのもうみんな使える、何デッキも決めて提出みたいな4つ事前提出の、ルールですね。で、ステージ3、4、5ぐらいまで行くと、多分もう世界大会出れるっぽいので、マジワンチャンあります。128分の残り10人が多分取れるぐらいかな。だと思うので、128分の10、まあ8?128分の8かな ?10 かな?その辺ごめんなさい。本当に適当なもんで全然把握できてないんですけど。いや、いい縦線だな、これ。ちょっと苦しそう。俺も苦しい。さあ、いってらっしゃい。はい。ということで、またね、そういう報告できたらなと思います。多分、9月の半ばとか、かな、末とかに世界大会あるので、まあ、まだ近いうちに報告できるんじゃないかなと思います。予選は来週とかなんでね、はい。さあ、ということで、相手はコカちゃんです。で、まあ、コカツもね、キョウスケが大して活躍しないわけですよ。めちゃくちゃいいプリンだな、もし。で、インフェでしょ、どうせ。もう、嫌だよっていう。さあ、コウモリで。ISP も嫌だよっていう。さあ、まあ、無理せず行くか。いや、マジで、やばいぐらい全部キョウスケっすよね、最近。何もかもかも、キョウスケになってる気がするんだけど。そんぐらい強いんだろうね。よいしょ。まあ、強いんだよね、マジで。行かれてる。もう見飽きたよね、さすがにみんな。さあ、でも相手は柱ブレにしたい。おー。低めで、低め高め?ゴリゴリ。芝居てきましたね、助けを。さあ、攻めていこう。お、いや、いい。うわーに、いい感じに行くが、さあ、これ、まあ、キョスケであるメリットは、まあ、そんな大きくなさそうだけど、どうなんだろう。どうなんだろう。別にキョスケじゃなくて、よくね感もすごいあるんですけど、これ、ディガーが残ってる。熱い。さあ、ディガーが残ってコウモリも入って、おい、めっちゃホレイが来てるけど、あ、かわいいやりこぶき、オッケー。さあ、まあ青型中型とかには基本的にキョスケは刺さるんですけど、まあこういうインフェ相手とか高回転には
まあゴルナイとかバルキリーでよかったんじゃねっていう気がします。さあトロアゲもねもっとやっていかなきゃいけない。マジでここ最近僕トロアゲ詐欺をやっぱよくしてたんで、ここ半年ぐらい詐欺ってわけではないけど、そんなに上に行けてなかったので、今季はロングなので真面目に最多更新したい。順位はちょっときちいかな。よいしょ。サスケドラ、あのババかな。よし。さあキョスケがテク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 歩いて、まあ、やなめザップかな。これキョスケだけで倒れると熱いんですけど、あれどっか俺の持ってる方と違う方に行っちまう。これでも守れるの。さあボムタワーは爆破があるので、さあこのボム爆破を生かして耐えろお前ら。いやでかい、これ残るだけでかいですからね。でまあゴリゴリ急に行ってあげる。おお、ガゴルのムレイ、いやマジ珍しいラバだね。ガゴガゴだ。よいしょ。さあお散歩させてあげながら、この槍であの60が落ちそうですね。ラバババ、あーいいラバ受けっすねこれ。これババのボス相手間に合うかな。間に合わないでほしい。いやでかこれ、間に合ってないだろ、どっからどう見てもめり込んでるっしょこんなんね。おい気持ちいいからの、いやラバ削りが痛い痛い、暇すぎ。何この暇な手札、こんな暇な手札ある。よし、今度も5。よし、相手のさ呪文が見えないっすねマジで。ガゴガゴスケドラババよ、怖すぎ。一個間違えたらもういかれるっすよね全てが。いやマジで呪文がねえとかある、そんなことねえか。ああしっかりあったヤナメが、でもこれヤナメしかないわこれ。うわやべ、ヤナメしかないとか言ってごめん、パッキン来た。やべ耐えろ、やばい、うわやばい、この上耐えて。あ危ねえ、なんだこれ、なにこれ怖すぎる。ラバルガゴガゴスケドラババヤナメフリーズ。さあいやイカチーノ来たっすね。まあでもキョスケ今回良かったっすね。キョスケが単純にタワーを打ってくれるっていう、キョスケだけで削りましたね。まあバルキリーとかだったらタワー一本折るまでは多分いかないと思うので、まあババとか抜けにはねすごい優秀ですけどね。さあということで、まあキョスケで攻めつつ、しかもキョスケで守りつつかな。陸系がいいよね、陸に対してやっぱ強いからね。空引くと大変だなっていう気はした今。うん、さあ槍ゴブのウォールブレーカー、おおマジオチャー、いやー痛えな。でもいろんな方があるから何の方だろうっていう。取るね。お？何それ？そんなパターンがある。今のこれ見なかったことにしてほしいな。4コス。恥ずかしい。恥ずかしいことしちゃったな今マジで。4コスで2コスウォールブレイカーか、シャシャりました、調子乗りました。はい良くないです。ということでウォールブレイカー対決、まあでもキョスケが行かれたんですけども、その分コウモリがチクチク入ってくれたのでダメージ的には結構美味しい展開な気がしてはいるが、トルネーのウッドでしたね。おー珍しいというか、僕も使ってたやつはマジアチャオールブレーカーのトルネフって方。そう、まあ、最近だとねやっぱアチクイとかきついからトルネファイブを
が使われてたりとかもするんですけど、うん、結構積極的にいきますね。端前バルキリーディガー7コス、まあえか、これ暇だなもんできる。たまたまやりごぶりに、まあ狙ってましたけどね。さあダメージ稼いでいきたい。これ稼いでいかなきゃ削れねえかな。まあ俺負け筋マジアチャぶっ刺されるだけなんで、マジアチャだけ毎回端前で適当に縛っていけば、イカチー耐えろ、危ねえぞあれが。マジ僕の負け筋あれなんでね、本当にあれだけやばいっす。やべえこれ、この位置のボムは貫けないだろ。相手もね、射抜きたくて仕方ないですからね、射抜き病ですからね。俺もだけど、このデッキは、いやー、キョスケめっちゃ圧かかってんな。あー、うまい、それ。あれ、キョスケがマジで圧かけてる、ずっと。なにこれ、キョスケでこんな攻めれんのっていうぐらい。あー、さあ、これは進んで終わりましたね。オッケー。いや、いいんじゃない、キョスケ。とりあえず出していけば、そのまま勝手にカウンター行ってくれて、コウモリつけて、リガ行って、オールブレイカ行って、やりこぶも追加して、みたいな。オールブレイカー、皆さん使いやすくなってます。はい、もうここ最近の全てのデッキはキョスケによって使いやすく強くなってますっていう、もうなんなら神環境だけど、うん、キョスケアンチの人以外は、そう、全てキョスケを使えば今までのデッキよりもデッキが強くなって使いやすくなって、マジでメリットしかない。キョスケを持ってないとかキョスケが嫌いって方はドンマイだ、使うしかないな。あー、人気だ。これちょっと延命しちゃうな。ヒースピキソ。やば。未来見えてんじゃん。あ、痛い、それは。そこまでは見えてなかった。わー、圧着うま。わー、マジかよ。その圧着いはうまい。さすがに。あー、圧着いだるいな。あ、でもその、お前。うわ、メリットしてるじゃん。わあ、マジでメリットやばいって。意味わかんないじゃん。圧着衣のウエストが太かったってこと？そういうこと？絶対そうだろ。大盛りしすぎだろ。圧着衣がデブなせいで。おーい。痛えー、これめっちゃ。なんか来たし、ミラーが。で、相手は圧着衣とマジアチャか、これ。エレキだったらいいけど、さすがにマジアチャっぽいな。いや、でも犬、ああ、いい位置だな、しかも。やべえ。いや、これしかもザップか、これやべえな。あれ？いや、この相手うまいぞ。まだうまいといえど、俺も負けん。さあ、いやー、まあこっからはマジアチャの居抜きは絶対止めるのと、あとね、なんだろうね、まあ、いいや、ちょっとやめろ、おい、ザップがやばいよ、ね、冷静に、マジで冷静にザップがやばい。さあ、陸受けがないのでこうやって耐えるしかない。ヒースピ、え、ヒースピ呼びさ、天才すぎん俺今日。フフフね、冴えすぎてるよね。許容でいいでしょ。まあでも基本的にやっぱエリポポとかね、来るとその辺にヒースピ来るかも、ね、いやー、いい削り。マジでやめて、
さあ受けがないので、お前ちゃんと来いよ。そりゃそうだ、当たり前か。いやーウォールブレイカー行かなくていいな、絶対警戒される。めっちゃ警戒されてる、その分ディガーが入ってる。あー熱い、マジアチャとかたまたま来ねえか。これ工場来るっすね。ミラーザップ危ないっすね。あとアチャクイも危ない。いやさすがに左は起動できるな。いやでかヒスピ、これさディガー行ってオールペンやったら終わりじゃない、終わりっすよ。サップか、うわーい、うわめっちゃいい。まあ相性がもしかしたら良かったのかもしれないですけど、いや良かったですね。やっぱヒスピコウモリに飛ばれるだけしんどいので、コウモリ出した時は毎回ついでにウッドするぐらいのね、このそんぐらいの5類にダクネつけるのは当たり前一緒ぐらいの感覚でね、コウモリ出した時はウッド打つのがもう最近だとね当たり前かもしれないですね。いやめっちゃいいな。で頭キョス系なのでアチャクイの受けも優秀だし、まあとりあえず受けやすいよね。あとはキョス系がこう相手のプリンセスタワーのターゲットを取っている間のディガーが、まあ、思ってる以上に削ってくれるんで、さあ気球だね、バルーンだ。お前でバルーンじゃなかったらもうね知らん。さあもう絶対違うやん、気球じゃねえのか。え、バルーンだ、めっちゃ喜んでた今の前って。ほほほ、いやマジでなんだこれ、ボンバーバルーンってさ、あラバルか。うーんでこれデータアップか、あユキのね、いやいやデータそれだ、スケベボンバーのガゴインドだったっけ、なんかいるよね、まあ、周りにインフェとか入ってる方もいる。うわグッディエム言ってるこれ、え何これ、何これめっちゃ痛いよ、変なの釣れたな。雪打ってこない、いやただの高回転バルーンこれ、いやすごいすごいなこれ、なんだこれマジで、ただの変な高回転バルーン釣れた。アイゴレーアイスピコウモリボンバー、え何そんなおかしいの、お前買ってくれやれ、え待って何これ、まあまあまあわかるけど勝てそうなんでしょ、俺に勝てそうって気持ちよくなってんでしょ、わかるよわかるよ、もうグッドゲーム泣いとくか、めっちゃ気持ちよくなってんじゃん、なんだああいうやつを分からせないといけない、ああいうやつを分からせるのがもう俺の使命なんだよ。なんか変なとこ行かないとバレる、行った、あぶねえ、まあ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 、ボンバー、いやこれもまたキョスケが大事になってきそうだな。いやこいつうぜえな、まずシンプルにうぜえシンプルにうぜえ、よくねえかな、しかもめっちゃ回転早いんだよ、ボンバーユキッション、あーそれやばいわ、あこれキッズゴミでしょうかこれ、打ってよかったな。うん。やべえ。みんなの期待に応えられそうではない。なぜか異常にきつい。
おい、回転早すぎだし、キョスケマンシで頼むって。あはマジやばい、耐えて。いやマジでしばきてこいつ、ふざけんなよ、相性いいからって調子乗りやがった、マジでよ。惜しい、拾ってる。え、いやワンチャン、いやマジ拾えねえんだよ、キョスケだから、ディガーが。キモすぎー。あーあーあああ、うざすぎー、ちょっとお前ってビヨンスリーさせろや、それかデッキ返させて、ほんとマジでこういうのがもう一番許せん。あ、何これ、なんだこれ、たまたま刺さっただけやないかいっちゅうことで、いやーちょっと悔しいな最後、マジでイライラしてる、うわマジかよ。いやこれもう一回ちょっと、もう一回、いやーあれもうしょうがないっすよね多分。いやあのインフェ読めなかったな、インフェあるって分かってたらあそこでコウモリとかいい感じにができたけど、初見インフェは対応できないっすね、まさかのインフェボンバーエレスピか。なんか俺のデッキに異常に強かったっすね。うわぁ。アオリチューはしっかり芝居ていくのがね、使命だからね、YouTuber としての。悔っちー、悔っちー、悔っちー。多分俺以上にみんなも悔しいかもしんないけど。次やったらボコス。気球ね、覚えた。気球みたいなやつ。はい。キョスケがね、あまでした。刺さればいいんだけどね。刺さればめっちゃ強いんだけどね。今回に限っては、ちょっと IT、ね、IT に対してしっかり真ん中コウモリやんなきゃね。さあ、コウモリザップ。まあ、これもまだ珍しいけど、スパーキーかラーバーか、メガナイトオールブレイカーとか、何台お主。小物で。おー、マイクネス、ザップミラー。ザップミラーが入るデッキか、スパーキーぐらいしかなくない、待ってるし。スパーキーだなこれ。やめるよ、もしビッグビーラーせんじゃないよ。あー、いやー、ザップスパーキーだこれ。ちょっと待って、もういけない。さあ、ヤー使ってくれるのはでかいな。さあ、ヤーザップスパだ。まあ、これもちょっと難しい展開になりそうだな。さすがにザップ。で、もう一個の槍でザップ使わせる。いや、いいね。からの？まあ、ジャイつけて。ジャイつけて、でも俺きついな。あ、ジャイつけてこないや。いやーでかいけど、ミニペーやばいな、これ。マジ。ミニペーがガチでやばい。ガゴムでもやばいけど。結構難しい展開が続くっすね、これ。ザック？おー。いや、結構許容すんね、これ。ああ、そういう感じかね。まあ、それ、うわ、でかいでも。ああ、守れっかな、俺。いや、これ、ファイブっちゃダメだな、でも、冷静に。多分。でも、キョスケの爆破なんかでいいかも。マジ、キョスケの爆破だより。うわー、いい目してる。今日の俺は明石超えてる。ガチでやばい、未来見えすぎてる。あれ、ファイブ2周、ファイブ2周、これ回るかな。いや、回せ。
お願い。マジやばい。あ、ウッドで終わる。あれなんでウッド。おーい、今でいいけどさっきのがやばいやばい。オッケー、さあということで、いや結構良かったんじゃない最後の。もうあれエグかったよね。キョスケ囲むれー、なんだスパーキーとか絶対守れないですけど、普通ね5を使ったら前のもうキョスケのおかげで、はい、なんとでもなるので、やっぱ防衛力がすごい上がってんなと思いました。はい、こちらのねキョスケウォールブレーカー、皆さんもぜひねやってみてください。よければちゃんと高評価もお願いします。今シーズンロング頑張りましょう。ではお疲れ様でした。またね。